はい、また投稿していきたいと思います。1000枚以上あるんでね、まあ、さっきの続きですけど、これは字が見えないですね、暗くて。まあいいですよ。で、夜になるとこう戦ってますよという写真ですね、さっきより。で、深夜帯に珍しく住人がいたので、その写真ですね。これちょっと逆光が申し訳ないですけど、深夜で目が光ってるやつですね。字が全く見えません。あ、どうなんだろう。まあいいや、逆光がすごいです。とりあえず、とりあえずあれなんで、逆光がひどいですけど、大社子街を捕まえた時ですね、これビデオで。またあれですね、あ、はい、これがなぜかファイタースピリット、スマブラのファイタースピリットです。マリオ、マリオ、マリオ、ルイージ、ピーチ、デイジー、どう見るのが一番いいですかね。ちょっと失礼しますね。どうしましょう。一回じゃあ、これでいいのか。すいません、ちょっと行き過ぎちゃいましたけど、どこだっけ。あ、ファイタースピリットのトレデージから、デイジー、クッパ、ドクターマリオ、ロゼッタ&チコ、逆光で全然見えない、クッパジュニア、クッパ7人衆ですね、これは。ドンキー、ディディ、キンググルール、リンク。逆光が本当にひどいですね、これ。まあ、とりあえずこういう感じで、ファイタースピリットをとりあえずなぜか写真撮ってますね。熱っ。逆光対策でちょっと布団にくるまってやってるんで、めちゃくちゃ熱いです。あっち、ネス、リカ、お気に入りのルフレ、カムコ、しずえさんですね。パックンフラ、お気に入りのメープルちゃんが来た時です。レックスが来た時ですね。大いなる牛の模型ですね。株が高騰した時の一応写真です。これはワカメが花火ですね。スポン、大いなるガノ模型を作ってもらった時です。あ、これ、以前 YouTube じゃない、Twitter で紹介した空が参戦した時の。野菜の種を植え始めたの。やっぱこれもっと恋人だったと思うんだよね、この二人。カフェがオープンした時の。暑いです。あ、見つけた。
いい位置見つけた。あ、そう。ハピ盛りのやつですね、これは。ピエン。あ、カフェを。逆光がすごい。あ、ウリちゃんがいた時です。そう。で、コーヒーじゃなくてハトサブレ、わかります？一応写真撮りましたけど。一応これ住民の写真を。またこれ別機会に YouTube に載せたいと思うんですよね。とりあえず。こういう写真ですね。アネッサですね。あ、そう、ラセットさんがいたり。あ、これが最後です。以上です。